はい、どうも一応です。しばらくねちょっとラジオできずに申し訳ございません。早くラジオやれと、そういったねお言葉をたくさんいただきましてですね、リスナーさんからね大変嬉しく思っております。あ、こんなに待ってる方がいらっしゃるんだなと、はい、たくさんの方からね、早くやれというまあそういう、コメントをいただきました。本当にありがとうございます。まあそうですね、仕事の方だいぶ忙しくてですね、まあ、リンゴの収穫時期にもなってきましたから、なかなかちょっと体力と時間の確保っていうのがなかなかできなくてですね、はい、宿泊しておりました。大変申し訳ありませんでした。はい、それプラスねタルルートの実況がなかなかね進まなくて、地獄を見ております。はい、今までため撮り形式でやってきたんですけど、もうため撮りやる気力もなくて、タルルートに関しては、はい、なかなか厳しいですけどね、ゴール目指して、なんとか頑張りたいなと思います。はい、先月はね2回しかラジオできなかったんで、なんとかね今月は、週に1回、計4回、ラジオ配信やれたらいいなと思ってますな、頑張ります。はい、そんなこんなで、まあ、ちょっとだけ話続くんですけど、レコードキーパーソシャゲですよね、ファイナルファンタジーレコードキーパーに関してはちょっと動画ね1日2本も3本もアップするって形になってるんですけど、ちょっとお許しいただきたいなと思ってます。そちらの方にモチベーション傾いてるんですかっていう、はい、そういうご質問もねいただいたんですけど、いやそんなことはなくてですね、はい、モチベーションはタルルート以外は全然どれに何ですか肩入れしてるとか、まあそういうことはなくてですね、まあなんていうのかな、ソシャゲ、携帯のねソシャゲです。レコードキーパーはなので、なんていうのかな、普段のゲーム、普通のね、ファミコンスーファミとかの配信と違ってですね、収録方法が携帯のアプリを使ってね、収録して、そのままダイレクトに、YouTube になんていうんですかアップしてるんですよ。なので、手間暇がかからないんですよね。かつ、ソシャゲなんで、まあ、仕事の休憩中の合間とか、まあ、ちょっとした、空いた時間にですね収録して、そのままね、収録終わったらすぐ、携帯のアプリで、編集してすぐアップしてるって形になってますので、まあ、だからどっちかというとスムーズではあります。はい、やりやすいっていうかアップしやすいっていうか、なので、まあそうですね、しかもガチャ動画とか特にレコードキーパー、まあ、4周年でイベントねたくさんあるんですけど、ガチャがですねやっぱそのフェス4周年フェスということでたくさん、ガチャのねラインナップ、来ておるので、結局その短期間でね僕強くなるという、まあそういう企画でもないですけど、そこを目指してやってますから、どうしてもガチャ動画は多くなってしまいがちです。申し訳ない。もうこのね4周年のフェスが終わればだいぶ落ち着くんじゃないかなと思います。はい、ダンジョンの方もね、着々とエンドコンテンツに向かって進んでおります。はい、まあなかなかねエンドコンテンツまでとなるとね、まあおそらく無理だと思います。はい、よほど課金してガチャ回すようでないとおそらく無理だと思うんで、まあこっから先はダンジョン挑みますとか、
そういう動画は少なくなっていくんじゃないかなという気がします。はい、今深淵の間か、深淵の間を、アップして、それ終わったら魔石行けるところまではアップして、魔石も相当強いんでね、まあ、あのレコードキーパーやってない方はちょっと何言ってるかわからないかもしれませんけども、あの、まあ、もしよかったらね、これ機会にレコードキーパーの動画も見ていただければ大変嬉しいです。はい、そんなところでございますね。まあソシャゲなんで、普通のね、普段なの僕のゲームの実況とかこのラジオの配信とかよりも比べてかなり時間は、一本の動画に対しての時間は短いと思います。長くても20分とかかな、短かったら7、8分とかで終わるんで1本なので、まあ間時間とかねあれば、あの見ていただきたいですし、ガチャ動画とかに関しては僕も真剣にあのね、がっかりしたり喜んで飛び跳ねたり、もうそういう感じでね、素の僕のねリアクションというか、そういうのをこう垣間見えるじゃないかなと思っております。あのぜひよかったらね、ガチャ動画だけでもね、見ていただければ大変嬉しいです。どんなところでしょうかね。決してねレコードキーパーだけにモチベーションが傾いてるとかそういうわけではございません。はい。そんなところですかね。まあ、話は変わりましてですね、先日というか、まあ、今リンゴの収穫時期で忙しいと言ったばかりなんですが、僕、まあ、まあ、なんと言いますか、測量のね、まあ、こっちはアルバイトですよ。まあ、アルバイトというか、まあ、友達が測量の仕事をしてて、ちょっと現場出るから手伝ってくれと、現場作業をちょっと手伝ってくれって、言われて、じゃあ手伝ってあげるって日当もらってね、はい、やってるんですけども、まあ、やっぱりね外からもお金入れないと、家庭の経済状況ってのは潤わないので、はい、自分の本業もやりつつ、そういうなんて言いますか、友達の仕事手伝うがてらねアルバイトもしてるんですけど、まあまあそれはどうでもいいとしてですね、はい、まあ測量の現場、まあ結構いろんなとこ行くんですけど、住宅街から、何です、川とか山とかね、湖周りとか、まあ普通の道路とか、たくさんいろんな、ところ現場に回って、土地の観測っていうのをやっていくんですけども、先日ですね、山の奥の現場に行きましてですね、いや久しぶりなんでね、もう山道歩くのってすっごく大変で、もう普通のこの何て言うの、傾斜登るとかそういうのとまた違う体力筋力を使うっていう、はい、感じですね。特に僕のね畑なんかは全然平地で、あの人によってはちょっと、斜面になってる畑とか、そういうところもあるんですけども、僕の畑は平地なので、特に普段ねそういう筋力体力っていうのは使わないもんですから、まあそういうのもあるんですけども、普通にあの道路傾斜をこう登って歩いていくっていう感覚とはまた違う、なんていうか本当にね2回目ですけどなんか違うんですよ。山登りというか山の現場っていうのはね、やっぱり滑ったりね、石でゴツゴツしてたり、草木が生えてたり、虫が飛んでたり、なんか小動物がいたりとか、なんかすごく神経やら、肉体的な、疲労やらっていうのがすごくたまりましてですね、本当なんていうか配信がねちょっと1日止まったり2日止まったりとか本当にね、ありましたけど、大変あの申し訳ないと思っております。楽しみにねしていただいている方たくさんねいらっしゃいますから、でもね頑張ってあの1本ずつね配信はしていきます。ちゃんとね、感想できるようにね、まあ、話ずれてきましたけども、はい、測量の現場行ったりしてね、それであのちょっと話変わり、だいぶ変わりましたけど、測量の現場に行きましてですね、山の中、沢があったんですよ。沢というか川っていうか、まあ、川
川って違うよね、もっと大きくこうなんていうか水がね幅があって水が流れててっていう感じだけど、沢があって、で堰堤ってわかりますかね。堰堤、まあ、初めて聞く人は初めて聞くかもしれないけど、まあ土木関係の仕事とか、まあそういう仕事してる方は堰堤とかって言えば多分すぐわかると思うんだけど、まあ水門みたいな感じのところなんですけど、に立ちましてですね、まあ今も使ってない堰堤なのかな、うん、昔使ってたような堰堤で、そこに観測ポイントを打ってですね、機械を置いて設置して観測するわけなんですけども、非常に高いんですよね。下見るともう本当にもうなんていうの、胃が昇ってくるような感じのあの恐怖っていうか怖くてですね、まあなるべく下見ないようにはしてるんですけど、でもよくよく考えてみたらですね、本当、まあ、仕事中にお前何考えてるんだって話なんだけど、いつからかわかんないんだけど高いところが苦手になりましたね。苦手になりました。本当にいつからかわからない、いつからなんだろうね。こう遡って考えてみても、そのなんていうのかな、変わり目って思い出せないんですよ。この例えば何歳のこの瞬間から高いところが苦手になったみたいな、そういうなんていうのかな、感覚っていうか、気づいたらね高いところが苦手みたいな感じで、で僕過去動画とか、過去動画っていうか、まあ配信中ライブ中とかたまに行ったりしてたんですけど、まあ乗り物系はまあいいんですよ、いいって、まあ怖いけど、まあ座ってるうちはいいんですけどね、自分の足でこう立つっていうのがね怖くてですね、まあ手すりとかね柵とかあればまだいいんですけど、堰堤ってそういうのないんですよね。水門っていうかなくてですね、いやもう自分の足でこう立ってるのが怖いっすね。本当いつからそうなったんだろうって考えてもいまいちね思い出せないんですよね。でまあ話ちょっとまた変わりますけど、僕北国に住んでますけどね、まあ僕よりももっと北に住んでる方もいらっしゃいますけども、まあ日本全国つつうらうらで見ますと、まあ割と僕の住んでる地域も北国ではあります。それでもね小さい頃ってすごくね、やっぱそれでもね北国でも雪が降るとすごくワクワクして、楽しみだったんです。冬にしかできないことっていうのが遊び方って、やっぱ雪合戦とかさ、雪上サッカーとかさ、まあ普通にスキーとかさ、そういう楽しみってあったので、まあ雪降れば雪降ったですごくワクワクしてね、もうそれこそ雪玉投げながら小学校通ったりとかしたんですけど、ある時を境にですね、なんか雪ってめんどくせえなって思うようになってですね、その境目がどこからかわからない、何歳のどの時期からなのかっていうのがわからない。まあ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 、どうでもいいんですけどね、まあ話戻しますけども、本当僕のね話ってあっちこっちね、リンクってか飛んでいっちゃうんで戻すの大変なんですけどまあそれで、高いところいつから苦手になったのかなとか考えたんですけど、その、いつっていうのがですねもう全然わからなくてですねはい、お酒飲みながらですね、いやーいつなんだろうかってこう考えてたらですね、知らないうちに寝落ちしてしまったという日もありました。なのでいつからその高いところが苦手になったのかっていうのを考えるのをやめて、なぜ高いところが苦手になったのかっていうところを突き詰めていこうかなと思いました。もしかしたらそれを突き詰めていけば、そのいつから
その心境の変化があったのかというか、いつそうなったのかというのがもしかしたら分かる何かヒントっていうのがあるのかもしれないと思ってね。はい。なのでなぜ高いところがダメになったのかっていうのをね、こう考えたんです。いろいろすごく考えて、なんていうのかな、まあ、ある一つの結論に達したんですけど、まあ、至って理由はシンプルというか、なんというか、やっぱりね、危険度っていうか、危険を察知する、察知できるようになったっていう、ただそれだけだと思います。はい。大人になってね、大人になって、何ですか、その高いところ、危ないよっていう、まあね、大人になるに従っていろんな経験ねしていくわけですけど、まあ楽しいこととかね、辛いこととかもたくさんね経験していくわけですけど、その状況によって危険を察知、危険を感じる、危険察知っていうね、能力もですね、やっぱり備わって来て、初めてその高いところが危険だっていうね認識ができて、そこからやっぱり恐怖っていうものを感じるようになった。まあ何言ってんだ、当たり前じゃねえかって言われりゃそれまでなんですが、それまでなんですが、でもね、本当になんていうの、よくよく考えてみる、自分自身と対話っていうか、自分自身を見つめるっていうか、そういうことをしないと本当この結論には多分僕は達することができなかったっていうか、そうね言われりゃ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、だけどその当たり前にね達成する、達成じゃねえや、何です、到達できない人も当然いるわけで、はい、そう、まあ危険の察知、やっぱりね、小さい頃はさ、とにかく今思えばゾッとするようなの危険な、ことやったなって思います。なんか高いところからねジャンプしたりとかあれ何なんだろうね、高いところからジャンプしたりとか、ブランコ乗ってね、立ち乗りして、ブランコって座ってこう乗るものじゃないですか、まあ立ち乗りして、初めはねこう弱い揺れから徐々にこう大きく揺れ出して、一番高いところまで行ったらジャンプしたりとか、高いところまで登ってジャンプして何メーター飛べるとか、なんかそういうくだらねえ遊びしてたんですよ。あと他はなんだっけ、円形のさ、公園に行けばたまにあるけど、円形のなんかすごいジャングルジムをなんか円形にしたような感じの、アトラクションでこうぐる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 こう回る、なんていうの、そういう遊びのね、公園のそういう遊具があるんですけど、誰かにねぐるぐる回してもらって、僕はそのなんていうの、手すりに捕まって、本当なんていうの、手すりに捕まって下半身がもうブラブラな状態で、もう本当に手離せばビューンってもうどっかになんていうの飛んでいってしまうような、そういう危険な遊びとかもよくしたものです。はい、今思えばゾッとします。あの時なんか手にね汗とかかいて手離れちゃってたらどうなってたんだろうかとか。もう今思うとゾッとします。はい、自転車の手放し運転とかね、ゾッとします。はい、いやー怖いね本当に。まあね、僕ぐらいの年代の方だったらちょっと、まあ僕はそういうことやってないですけど、ちょっとやんちゃなことやった人だったら、例えば無免でね昔バイク乗ったとか、若い頃に無免でバイク乗ったとか、無免で車乗ったとかっていう方もいらっしゃると思いますけども、
相当危ないからねっていう、それってうん、たまにいらっしゃいますけどね、そういう無免許の方が若くしてねお亡くなりになるっていう、そういうニュースとかまあたまに見ますけど、本当にそのいわゆるそういう子たちっていうのは無免で車を運転すごくね簡単に見えるんです、車の運転って簡単に見えるんですけど、あの本当にねそれをそのままやろうとして、はい、偉大目を見るっていう、だからその危険危機察知能力っていうのがまだ備わってないわけですよね、うん、まあだからそういう意味でもやっぱり車の運転っていうのは大人、まあ18歳以上かからっていうのはやっぱり適切なのかな、適正年齢なのかなっていう気もしますよね、うん、まあ農村部とかだったらね、畑の中あの軽トラのもう廃車にした軽トラ、屋根をこう切断してしまったような軽トラをあの何です、運搬車代わりとしてこう使うあのね園地とかもありますから、あのちっちゃい頃からそれ畑とか運転してたぜみたいな人もまあいらっしゃるとは思うんですけど、それで公道を走ったら道路交通法違反ですのでね、はい、いやー本当にそういう危機察知能力っていうのがねすごく大事だなと常々とかつくづく思いました、はい、なんかね簡単というかシンプルなことではあるんですけども、いやーこういうね、忘れちゃいかんなとこういう危機察知能力っていうか、うん、危険なことを危険っていう風に認識することってすごく大事だなって本当にあのつくづく思いました、はい、何事に対してもねそういう何ですか、高いところだけじゃなくてね、例えばだからその車の運転でもそうですし、何ですか、まあ、僕なんかはね仕事で機械とか使うわけですから、まあ、機械に関してはすごく気を使って、運転してます、本当に危機察知、片腕とか片足とかねなくなるっていうのはザラにあるんで、本当機械の操縦ミスとかでね、それで済めばいいんですけど、毎年なんていうんですか、農作業用の機械でね人亡くなってますんでね、下手しは朝我が身というかそういう感じなので、もう本当に僕の村の中でも、去年亡くなった方いらっしゃいますし、僕の隣の村ぐらいかなで、今年、春先亡くなった方もいましたので、本当朝我が身って感じでね、仕事を常にそういう緊張感危機察知っていうのは大事にあの仕事をしております、はい、皆さんもね今一度そういう身の回りの危機察知危険ってねいうのをですね、こうもう一回見直してみてはいかがでしょうか、特にあの製造業の方とかもね、すごいあの工作機械とか使うんですよ、工作機械、あのフライス板だとか旋盤だとか、何ですか、コンターマシンとか、カットグラインダーとかいろいろね、プレス機とかそういうのたくさん使う中で、やっぱりどうしてもこう人間って慣れるとですね、初めの頃ってすごくこう気使って怪我しないようにってこうやるんですけど、どうしてもね、慣れてくるとね雑になってくるもんなんです、はいはい、そういうものなんです、それは仕方ないんですけどね、はい、それでね指一本なくなるとか、それはまだ全然いい方で、命を落とすことにもなりかねないのでね、危機察知能力っていうのを今一度高めていってですね、より豊かな人生になればいいなみたいなね、危ないものは危ないと感じることっていうのはダサいことじゃないから、うん、それに突っ張ってね命を落とすとかシャレにならんからね、危ないと思ったら逃げりゃいいんです、はいね、逃げりゃいいんです、怪我したって何にもならん、ほんと
何にもならんよ、仕事もできなくなるしね。はい、そんなこんなでね、まず身の安全を確保してから、測量業務やらんといかんなと思った今日この頃でございました。はい、そんなところでございます。じゃあ次もう一本別な話題でいきたいなと思うのですが、まあそうですね、何をおしゃべりしましょうか。そうですね、まあそうですね、まあ僕の前のラジオでも言ったかな、ドラマ結構見るんですけど、ドラマ、はい、まあある時を境にいきなり、ドラマを見るようになりました。いつからかな、3年前ぐらいかな、2年ぐらい前かな、2、3年ぐらい前から急にドラマを見るようになりましてですね、それまであの録画はだいたいテレビの録画はバラエティ中心でバラエティばっか見てたんですけど、バラエティよりも最近ドラマを見るようになりましてですね、まあふとしたきっかけなんですけど、あのなんか、ドラマ回、ドラマ番組改編期にですね、あの昔放送 TBS だったかなで放送されてた東京フレンドパークっていう番組がですね、まあもうあの終わってるんですけど、あの番組時代はね終了しちゃってるんですけど、改編期にたまたま復活みたいな感じでなんかやってて、その改編で新しく始まるドラマの主演、出演の方々がゲストと来て、まあいろんなアトラクションをやっていくっていう、そういう番組だったんですけど、それ見て、あ、なんかドラマ面白そうだなと思ってちょい見始めたら、続きが気になってしょうがないみたいな感じで見るようになりました。今までそのドラマって、まあ、全く見ないわけでもないんですけど、その続きが気になってしょうがないっていう感じでですね、あの避けてきてたんですよ、ドラマは。よほど話題に上がるようなあの NHK のあまちゃんとかさ、ああいう感じで話題に上がるような感じじゃないと見なかったかな、うん、っていう感じがします。そうですね、まあ続きが気になってしょうがないっていうのもありますし、一番見逃したらなんかね、続きをもう 見る気になれないっていうか、第1話を見逃してしまったら第2話から見ようかなっていう気になれないっていうのが正直なところで、はい、なかなかねドラマってのは見る機会なかった、見るってか、まあ機会なかったわけじゃないけど避けてはいたんですよ。はい、避けていたんですけど、ここに来てちょっと自分の中でドラマにはまってしまったと。まあソシャゲやりながらドラマ見てます今はね。うん、そんな感じかな。まああるあるかどうかってのはよくわからないんですけど、あのドラマの最終回って皆さんどうです？スパッと見れます？スパッと見れます？あの僕結構ねドラマもバラエティも思いっきり録画しまくって、特にあのバラエティはねあのすぐ見ちゃうんですけど、ドラマはねある程度溜まったら見るんですよ。3話4話とか溜まったら見るんです。まあ、容量に余裕があるんであればもう放送終わるまで全部録画してそこから一気見するんですよ。そういう見方するんですけど、あの最終回ってなるとちょっとね寂しさを感じてしまうというか、あーこれで終わってしまうんだみたいな、なんかそういうね、なんていうのかな、寂しさみたいなのがありましてですね、なんか最終回見るのちょっと躊躇することがあるんですよね。まあ見るんですけど、結局は見るんですけど、うん、それでもなんかねちょっと終わってしまうこの寂しさみたいなのがありますね。結構あの僕の友達なんかはあの僕に対してね、お前結構ドライなやつだなって、お前結構ドライなやつだよって、あの本当に仕事は仕事、あのなんていうの、遊ぶのは遊ぶみたいな、プライベートはプライベートみたいな感じで分けちゃうんで、結構僕は仕事の仲間はあくまで同僚、どんだけ仲良くても
一緒に飯食いに行く中でも飲みに行ったりとかする中でもで休みの日とかちょっとあの例えば、ジム行こうよとかトレーニングジム行こうよとか釣り行こうよとか野球やろうよとかそういう感じで集まっても結局それで僕の中では友達じゃないんですよね。あくまでも仕事を通しての、仲間というかだからあくまで同僚なんです。友達にはなれないんですよね、うん、友達にはなれないんですよ。なんかそういう感じで結構僕分けちゃってる感じはあるんですけど、あのだからそういうところがねお前結構ドライだなみたいな、うん、で言われるんですけど、いや自分ではそういう風には思ってはなくてですね、結構あのなんと言いますか割と感情移入しやすい方だとは思ってます。人に対してもそうだし物に対してもそうだしとは思ってはいます、自分ではね。うん、だからそのドラマとかでもねすごくこう感情移入してしまって最終回とかになるとああこれで終わるんだみたいな感じになっちゃうんですよね。まあちゃんと見ますよ、ちゃんと見ますし、まあテレビのねそのハードディスクの容量っていうのがありますから見終わったら消すんですけどね、はい消すんですけど、あのまあだからその消すっていう行為がやっぱりあれなのかな、最後ちょっと名残惜しいのかな、うん、まあだからなんていうのかな、仕事とかでも結構ね一緒にこう例えば他社の方とかまあ他社のね、方とか他の部署の方とかと一緒にこうプロジェクト組んで仕事したりとかしますとやっぱりね感情移入してしまいます。最後のね最後の仕事終わってはいお疲れ様でした解散ってなるとやっぱりどこがちょっと寂しさその人に対しての寂しさとかなんていうのかなそういうのはありますけどね、うん、別にあの哀愁を漂わせてるとかそういうわけではないんですけど狙ってそういうことしてるわけではないんですけどもなんかあの、うん、そういう寂しさとかなんていうのかな感じてしまいますね。だから僕は決してねドライな人間ではないって思ってます。むしろ僕は人とのね関わりとかまあそういうつながりとかっていうのに関してはかなり僕は情熱を持ってあの接してるとは思ってます。はい、なんていうのかな、どこで何してるかわからない後輩とか、まあ、連絡先とかわからなくて、あいつ何してんだろうかとかっていう後輩とかは知らんけども、まあ、普通に連絡先知ってて、まあ、大体ね、どこで働いてて、頑張ってんなとか、そういう風に、こう、ある程度、認識できてるね。どこで何してるかっていうのを認識できてる後輩とか、まあ、同期の仲間とかに関しては、やっぱり、それなりに気にかけますし、ね、なんていうか、情熱を持って接してるとは思ってるんですけど、ちょっと話変わってきましたね。ドラマを見るからの話からね。ちょっと話が変わってきましたけども、まあ僕の話はどうでもいいんですけど、はい。まあそのね、ドラマ、今まだあの、番組改編期までの、僕の地域で放送されてるドラマを録画して、まだ全てをね、見終わったわけではないんですが、まあ、それなりに、あ、これはなかなか面白いなっていう、あの、なんて言うんだろう、作品もありましたし、いやいや、これはねえんじゃねえのっていう、ちょっと突っ込みたくなるようなドラマもありました。まあ、それも含めて面白くて見てるんですけど、はい、まあ、いろいろありましたけどね、どうしましょうか、ドラマ感想会にしましょうか。そうですね、まあ、いろいろ見ましたけど、まあ、何点か上げていきましょうか。すごく楽しみにしていたドラマが、まずあの、ゼロですね。一攫千金ゲームゼロ。あの、
福本さんでしたっけ、あの怪獣とかね、怪獣、怪獣の原作、あの作者の方の、漫画なんですけど、ゼロってなんだろう、パチンコにもなってたのかな、うん、金と銀とかね、あ、銀と金かとかね、まあ、あの作者の方なんですけども、まあ好きなんでね、あの方の漫画が、だからすごくそのゼロがですね楽しみだったんですけど、ちょっと僕の中ではがっかり感と言いますか、ですね。結局まあ感想を一言で、感想というかまあ思ったことを一言で申し上げるならば、ジャニーズ万歳のドラマだったと、ニュース万歳のドラマだったというだけですね。特に、あの加藤茂明さんだっけ、あの方、まあちょっとあの放送前にね、放送開始前にちょっとやらかしましたけど、あの方とあのニュース、あのニュース番組で、あの誰だったっけ、小山さんだっけ、まあ、ちょっとやらかしてましたけども、まあ、あのドラマ放送は無事にされましてね、まあ、ちょっと良かったなと思って、見てはいたんですけども、なんていうのかな、あの加藤茂明さんってあれ確かさ、昔金八先生に出てたかな、確かね、上戸彩とかと同じじゃなかったかな、違ったかな、確かそこと同期だったと思いましたけど、その時はねすごくいい役だなと思って、いいじゃん、役者としてすごくいいじゃんって思っていたんですけど、なんかねちょっと違いましたね。でもあの方なんか本とか書いたりしてるんでしょ、うん、まあなんていうかその辺の才能に関しては僕あの本とか読んだことないからわからないんですけど、まあこんな感じじゃねえんだよなっていうか、素直になんかそう思いました。あのじゃあお前やってみろよみたいな言われても、いやできるわけねえじゃんみたいなはい、あの感想を述べるのは誰でもね自由ですから、あのいじめないでねあんまりうんでした。ただそれだけ、ジャニーズ万歳な番組で、あのドラマだったなという、ただそれだけでしたね僕の感想は。あとはですね、あれです、チアダンも見ました。チアダン、なんだっけあれ、土屋太鳳さんだっけ、あの方が出てる、出てたドラマですけども、はい、まあ特に僕は部活生でしたから、中高生の頃は部活生だったんで、まあやっぱりああいう、まあ、スポコンじゃないけどね、スポコンじゃないけど、割とああいう学園スポーツものみたいなああいうの結構好きでしたね。はい、まあ女子特有のなんかすごくドロドロした部分っていうのとか、そういうのもね、まあさらっと出てたような気がします。まあ僕はあの女性の世界とかそういうのって知らないけどね、体験とかしたことないけども、あのそういうのもなんていうかちょっとだけね、うん、あったような気がしますけども、やっぱドラマなので、あの本当にさらっとだけです。なんか、さらっとやって、あのそれは誤解だよみたいな感じで、なんかあのお互いね、うん、あのごめんねみたいな感じで、あの元さやでもないけども、あの、ね、仲直りするわけなんですけども、いやまあ実際の世界はこうもいかんだろうなと、リアルワールドや実際お、ね、女同士のその一回、喧嘩しちゃったらこうはいかねえだろうなっていう、まあ全てがね、そういうわけではないんでしょうけども、そういう違和感みたいなのはまあ多少、ありました。
はい、ありました、ありましたし、まあ、ごめんなさい、まだね、ドラマ見てない方に対してネタバレになってしまうんですが、あの終盤でですね、土屋太鳳さんがね、土屋太鳳さんが演じてる若葉という役を演じてるんですけど、若葉さんっていうね、足を怪我しちゃうんですよ、膝だったかな、怪我しちゃうんです、はい、で、なんだっけ、何か月、1ヶ月後だっけ、2ヶ月後だっけに大会が迫っていると、2ヶ月後だったかな、大会が迫っていると、まあまあお決まりですよね、こういうスポーツ系の、学園ドラマとかあってね、エース級の主役級の誰かが怪我をするみたいな、大会前に怪我をするみたいな、まあコテコテな展開なんですけども、まあそのコテコテな展開を楽しんで見てました。そしたらですね、もう途方もなく、もうなんていうか落ち込んでしまうんです、土屋太鳳さんが、太鳳さんがね、はい、落ち込んでしまって、みんなからもうそんなんじゃお前もう、いらねえよって、来んな来んなやめじまえみたいな感じで喋るんですよ、はい、で、一回ね、まあどうなんだろう、ドラマの中ではどのぐらいの時間かわからないけども、まあ、数日の間かな、ちょっと練習休んで、もう競技から距離を置いてしまうんですけど、やっぱり私は踊りたい、大会に出る、出させてくれ、一緒に頑張りたいみたいな感じでみんなに言うんです。みんなに言ったらですね、やっとお前言ってくれたかと、腹くくってくれたかみたいな感じのね、なんかそういう仲直りの仕方をしましてですね、と思って、いや、リアルな世界でこれ完全男のノリじゃんみたいななんかそういう感じがしました。女子ってこういう感じの、どうなんだろう、表現ってすんのかなみたいな、なんかね、昔のスポコンドラマのノリみたいな感じがしましてですね、現代のね、若い女の子たちがね、女性の方々がね、なんかその昔のスポコンのノリでなんかやってるような、まあ、そういう違和感は感じました。はい、またさらにね、違和感というか特別、まあ、ツッコミですよね、ツッコミ、医者がね、いや大会には間に合わんと、諦めなさいって言うんですよ、土屋さんに言うんです、言うんですけど、まあいろんなね、そういう思いを克服して、まあ自分のそういう気持ち、もう、まあ、後ろ向きな気持ちを克服して、私は大会に出ると、みんなと一緒に頑張りたいみたいな感じで吹っ切れるわけなんですけども、次の週になるとですね、もうケロッと治ってるんですよ、足がみたいな、ちょっと待って、大会に間に合わないんじゃないのみたいな感じで、それでね、大会会場だったから、大会始まって、大会会場でですね、まあライバルチームのキャプテンの方にね、まあ街で会ってるんですよ、土屋太鳳さんと小倉優香さんって、グラビアとかでその活躍されてる方なんですけど、グラビアとかドラマとかで活躍されてるね、若手の女優さんなんですけど、その方と鉢合わせになりましてですね、小倉優香さんがそのライバルチームのキャプテンみたいな感じで、で土屋太鳳さんに足怪我されたんですかみたいな感じで聞いて、早く治してお互い頑張りましょうねみたいな感じでやるんですけども、なんていうか、大会始まったらですね、足は治りどうですか、治りましたかって聞いたら、土屋太鳳さんがはい、もうバッチリよみたいな感じで喋るんですよ。うっそーみたいな、医者は大会間に合わないって言ってたよなみたいなちょっと待ってくれよって、ですよね。いや、まあ他にもツッコミどころあるんですけど、その最後の大会でね、まあ、土屋太鳳さんがキャプテンだったんですけど、足怪我して、もう痛くてね、もう医者には止められたとね、そういう展開になったわけですけど、まあ根性論じゃないですけどね、僕が監督だったらテーピング前ででも何してでも出ろよとおめえ最後だぞって、高校最後の大会だぞっていう、それでいいのかって
って絶対なるんですよね。テーピング前ででも出ろ、痛み止め打ってでも出ろみたいな。どうなんでしょう、ああいうチアダンスとかってやっぱあれテーピングとかサポーターとかってダメなのかな、どうなのかな。あんまり見たことないですよね。たまにこう NHK とかであのなんかそういうチアダンスの大会とかね放送されてますけど、あんまり見てもテーピング前だりとかサポーターしてるとかっていう方はいらっしゃらない気がするんで、ダメなのかな。まあちょっとわからないけども、でもねそれで巻きながら練習はできるわけですよ。うん、まあツッコミどころ満載ですよね。うん、まだね次の大会あるとなれば、まあ一回なんていうかね外れていただいて次の大会目指して直せよっていう、それはわかりますけど、もうお前これで最後なんだぞっていう、うん、そういうねところですよね。まあ競技にもよりけりなんだと思うんですけども、そういうツッコミどころがありました。でそれだけ悩んで、どうしたらいいのって、その1話分丸々悩んで悩んで、ようやくみんなに一緒に大会目指して頑張りたいんだっていう気持ちを打ち明けました。はい、次の週足治ってます。だからはぁみたいな感じでちょっとね、まあまあまあいいんですけどね。それ含めて楽しく見させていただきました。はい、まだ見てない方はね、ぜひ早めに見ていただきたいなと思います。映画劇場版の何だったっけ、広瀬すずさんの主演のチアダンから何年後だっけ、何年後かの話なんですよね。何年後なんだろう、6年後とか7年7年後とかそれぐらいの話なのかな、が今放送、まあ終わり、もうね、放送終了しましたけども、その土屋太鳳さん主演のチアダンの世界なんですよ。だから初めの 1,2 話は広瀬すずさんが、監督となってね、ライバルチームの監督となって出演されるんですけど、はい、となったからやっぱそっちの方を見てみたくなりましたね。広瀬すずさんの方もまあ機会あったらレンタルしてみようかなとは思いますけども、はい、そんなところですかね。まあ他にも今まだ全部見終わってませんけども、山田孝之さんと菅田将暉さんだっけの主演の DD とか、 DD 面白いですね、あれね、あれ面白い、独特な表現っていうか面白いですね。もう毎週映画を見てるような感じです。はい、まああれも放送終わったから、まあネタバレ的な感じになってしまってもいいのかな。まあ、うん、データ、なくなって人のデータをパソコンとか、携帯とかタブレット等の、データを消す必要、消してほしいという依頼を受けてね、このデータ消してくださいというような依頼を受けて、死亡確認できましたらデータを消すっていう、そういう仕事をしてるみたいなんですけど、まあ面白いですね。詳しくはまだ言いません。まだ終わって間もないのでね、まあチアダも終わって間もないんですけども、はい、まだ僕まだ最後まで見てないので何ともまだ感想は述べられないんですが、僕今6話まで見たんですけど、全8話かな、6話まで見てもうかなり面白い。うん、基本1話完結ですけど、かなり面白いです。なんかそういうデータを消してはい終わりですっていう、山田孝之はそうドライに行きたいんですけど、菅田将暉はもう熱くなってしまってシーンまでなんていうのかな、解明したりとか、はい、そこが面白いですね。もうデータ消したらあとはもう俺たちには関係ない、シーンがどうだろうとか関係ないよみたいな、いうドライな山田孝之に対して熱血、本当にね熱い気持ちを持った菅田将暉みたいな、このコンビがなかなかいいコンビですよね。はい、まあ、またね全部見終わりましたら感想述べたいなと思います。はい、まあ他にはあとなんだ、サバイバルウェディングとかね、あれもまあ
まあ、ちょっとしたトレンディードラマなのかなっていう気もしましたけど、でもまあまあまあ終わり受けらそれでよしって感じでしたね。あの終わり方が良かったと思います。はい、まあネタバレ的な感じに、ね、なっちゃいますけども、伊勢屋さんだっけ、伊勢屋雄介だっけ、あの方が主演の春さん、春の上司役なんですけども、なんていうのかな、そこがね恋仲にならなかったっていう、あれが良かったなと思います。ちょっとそういう関係にもなったりするのかなって予想はしたんですけど、全然そういうことなくて、もう最後まであのいい、なんていうか上司と部下みたいな師弟関係みたいな感じで、すごく良かった、いいねあのなんていうの関係すごく良かったと思います。そういうところが、はい、まあそんなもんかな。あと何見たっけ、高嶺の花はまだ見終わってないな。まあまあまあ、他にもねなんかいろいろ見たけど、ちょっとパッと思い浮かぶものがないんで、この辺にしときましょうか。まあそうこうしてるうちにね、50分過ぎてしまいました。51分、もう間もなく52分になろうとしてるかな。はい、まあこんなもんで今週は終わりましょうか。はい、まあ、あとドラマ全部見終わりましたら、感想を述べていきますんでね、お付き合いいただければなと思います。はい、通勤途中でもね構いませんし、ちょっとした空いた時間でも構いませんしね、お昼休みでもいいですし、寝る前でもいいですし、例えばトレーニングジムでね聞きながらトレーニングに勤しむとか、それでもいいですし、勉強しながら聞くでもいいですし、はい、あのいつでもどこでも僕の津軽弁ラジオ聞いていただければ大変嬉しいです。はい、そんなこんなでじゃあ終わりましょうか。終わりましょう。はい、じゃあ来週もね頑張ります。ラジオ配信なんとか時間作って、体力確保してね、頑張ります。はい、じゃあ今週の津軽弁ラジオはここまでです。ご視聴ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。